岸田岸田岸田文雄日本の総理大臣をやっている公務員の岸田文雄しばらくだなお前のことをよ泳がしていたら何またとんでもないこと言い出したな今度は消費税14%かどこまで絞り取るんだよ社会保障費お前年間10万円俺たちから取るくせに何やってんだよもう払う金ないよ 働いたら働いただけ取り上げられちゃうじゃないかだったらどっかの国会議員みたいに居眠りして歳費200万もらすとかいいよやめちゃうぞお前何やってんだよ何ニューポストセブンまあ動画の方は再生しないで置いてやろう記事を読んでやるぞお前増税シナリオです異次元の少子化対策のため子供予算の倍増を打ち出した岸田文雄首相これを受けてあまりなんとかかんとかが 消費税引上げに言及しました。あまりか。ま,あ、まだ、不正な金を使って、それを追求を逃れて、元気になってまたやってきたな。消費税は何上がるんでしょうか。自民党中堅議員は、倍増するには新たに6兆円の財源が必要。防衛費倍増には財源5兆円が必要で、所得税、法人税、タバコ税の増税で得られるのは1兆円ポッチ。 残り4兆円は別に財源の手当が必要になる財源不足は合わせて10兆円消費税率を最低でも14%に上げないと賄えない金額だと説明しているいうことですそのさ税金を上げずに頭を絞ってバランス取って国家運営するのがお前ら国会議員の腕の見せ所じゃないか足りない金を国民から分取どって言ったらさそのうち 国民負担率今50%ちょっと以上になっちゃったけど、国民負担率150%とかになって、所得の1.5倍払えみたいなね、エースコックスーパーカップラーメンみたいなね、1.5%、1.5倍ラーメンになるんじゃないのかふみよ、岸田、何やってんだよ。もう俺だけでも税金ちょっと免除してくれよ、ね、このなんとかしてくれよ、もう。いいな、G7。 ねえ議長国かっこいいな。で就職難の息子は自分の補佐官いいな就職先があってお父ちゃんいってらっしゃい。